カルビーカッパエビセンやめられない、止まらない、やめられない、止まらないはカルビーカッパエビセンのキャッチコピー。スナック菓子の歴史に残る名コピーと言われており、現代においては慣用句として用いられている。1964年カッパエビセン発売、公式的には1969年からこのコピーを用いた CM が始まったとしている。 CM 登場当時大流行し、カッパエビセンのブランドイメージが確立し、カルビーの社名が全国的に知られるようになった。なおパッケージにキャッチフレーズが入ったのは1999年から。2000年カルビーはカッパエビセンと同時に商標登録2005年キャッチフレーズ単体で登録2016年を登録している。発案者については説あり。 カルビーの回答も一貫していない。2007年にアストロミュージックはカルビーが CM ソングの一部を使っているとして使用支払いを訴え、カルビーは契約したとされる。ある雑誌でキャッチコピーの発案者が不明との記載を見た、日高金次は元同僚の勧めもあり、2010年自分がこのコピーを発案した旨をカルビーに手紙を送り、伊藤秀治カルビー社長と面会して、 誕生秘話について話し、それがカルビー社内法に乗るところまで進んだ。その後、カルビー側は態度を移転、CM を他社が著作権登録していたという理由により掲載が見送られ、さらにカルビーは公式的に社員が考えたと答えるようになった。これに対して、日高は名誉毀損を理由に2017年7月、東京地裁に訴訟を起こした。 2018年3月26日東京地裁は社内放映の掲載は具体的内容と伴った契約とは認められず、日高が CM を制作した事実の確認は裁判における事実確認の対象にはならないといった理由で訴えを却下した。ありがとうございます。